カフェステラと死神の蝶ワンタということで、皆さんこんにちは、こんばんは。改めましてザワと申します。はい、ということで今回はですね、この、まあ、ホーム画面にあるように夏目さんルートの方を完結したということで、新ルートの方入っていきたいなと思います。はい、まあサムネとねタイトルの方にも書いてあると思うんでね、言っていくんですけども、墨染めのぞみさんルートですね。いやー楽しみだな。てかその前にね、ちょっとさっき気づいたんだけど、ここのさ右下のとこでタイトル変えられんだね。これさ全員分ちゃんとあるってことでしょ。鈴音さんのもさあんのかなどうなんだろう鈴音さんのもあったらすげえね、優秀なんだけど。はい、ということで、まあとりあえずやっていくんですけども、のぞみさんルート、まあのぞみさんといえば巨乳キャラですよね、やっぱね。もう無類の巨乳好きの私としてはですね、もうすごいね楽しみにしてはいたんですけど、まあでもそれだけじゃなくて、もう幼馴染で巫女でみたいな属性もちょっと兼ね備えているという、なかなか稀有なねキャラクターなんですけど、まあしかもね、まあ昴生君、まあストーリーの中だと昴生君のね、変化っていうところ、まあそのタイムリープ後の昴生君の変化っていうところにもちょっと、気づいていたみたいな、ちょっと変、なんか違和感を感じてたみたいなね、キャラクターでもあるので、まあそこら辺もちょっとね楽しみだなというところで、じゃあ早速見ていきたいなと思います。はい、じゃあもうね、ルートのところからありがとうございました。やっていきましょう。ありがとうございました。はい、じゃあやっていきましょうか。またのご来店をお待ちしております。はい、パンケーキと水出しコーヒーですね、少々お待ちください。お、なんか夕方っぽいね、外がこう茜色な感じ。オーダー入りました。カルボナーラと半熟オムライスお願いします。了解。君、私はパンケーキ焼くからカルボとオムライスを頼んだ。おお、なんか盛況な感じというか、もうみんな仕事バリバリみたいな感じで始まってくるんですね。わかりました。どうした？鈴音さんの指示に従い、早速フライパンに油を引く。平日の夕方だというのに今日は異常に忙しい。そっか、夕方なのに異常に忙しいんだな。なんで？バイトメンバーが全員揃っていて助かった。しかしなんで夕方に食事のオーダーが多いんだ？今夜近所のホールでバンドの解散ライブがある。なるほど、そういうことか。ほとんどが入場前に夕飯済ましちゃおうって女性客。あーでもたまにあるよね、そういうさ、なんか大きなさホールとかさ、なんかそういうところがあるところの近くだと、まああるよね。なんかいつものなんか定食屋、あそこなんかいつも人少ないのになんであんないいんだろうみたいなね。ある程度芸能人のこと知ってないと女の子と会話するとき困るよ。そうなの？天井人のことにはあんまり興味が湧かなくて。んなこと言ってるからデートの一つもできないんだぞ。おお、言われちゃったね。じゃあ鈴音さんとデートしよう。ダメか、ひどい言われようだ。鈴音さんなんてなんかもう分かんなそうだけどね。そういうの全然詳しくなさそうだけどな。まあ女の子だからいいのか。でも確かに俺は今大学生になってから一番多くの女子と接しているのは事実。うん、できれば誰かとクリスマスデート。そう、あの今ねもうクリスマスに差し掛かってるぐらいの時期だからな。11月ぐらいだっけ。お、シキさん、俺イブの夜ホテルを予約しておいたんだ。あのさ、夏目さんルートやった後だからさ、これがなんかさ面白く聞こえてしまうんだが。サンタコスの子をデリバリーするの？うん、普通に引くんだけど。やめて。ガチなのやめて。だからもうなんか、でもなんだろうね、夏目さんのこの表情に慣れてきてしまっている俺がいるんだけど、なんなんだろうね。風俗遊びじゃねえよ。やはり孤高の激強は俺には無理ゲーだ。ここはもう少し誘いやすい年下の。お、メイさんか。日内谷さん、俺イブの夜ホテルを予約しておいたんだ。何なんだよ、だから。いきなりホテルを予約しておいたんだの流れ、絶対間違ってると思うんだけどな。2時間で3万円です。もちろん、おさわりは NG ですよ。もう、持ち帰りのやつやん、それ。それ持ち帰りのやつやん。金かかるやつやん、それ。パパ活でもねえよ。グワーじゃないんだよ。手法が間違ってんだ、まず。お前はね、まずね、手法が間違ってんだよ。
なぜホテルを予約しているんだ。何もないのに、その関係性が。想像しただけで心が切り刻まれる。ダメだ、失敗するイメージしか浮かばない。イメトレですでに胃に穴が開きそうだ。でもこの冬がチャンスなんだ。負けるな俺。よし、ここは秋月さん、俺イブの夜ホテルを予約しておいたんだ。おお、なるほど、カンナさんか。ホテルって、うん、何言ってるんですか、イブにホテルだなんて。あれカンナさん、カンナさん、そんなベトベトしたホワイトクリスマスなんて、はい、私は過ごしませんよ。表現よ表現。またカンナさんはいいな、そういうな。面白くしてくれますね。イメトレにしてはリアルな反応だな。高峰さん、はい、何を言ってる。イメトレじゃなかったな。昴生君、それイメトレではなかったようだ。あれ、もしかしてマジ妄想じゃなくて、キャー。墓穴を掘ったな。残念だったな。これカンナさんだったからよかったけどな。まあ、よかったのかどうか知らんけど。まあまあ、ちょっと冗談で終わったみたいな感じになるのかもしれないが。いや、これ他の人だったらまずいぞ。俺は膝を折って床に突っ伏す。ORZ 状態だな。なるほど、なるほど。遊ぶ前にオーダーは？それはできてます。妄想はしてても体が勝手に調理をしていた。すごいね。いや、お前も料理人だな。料理人はそんなことしねえか。ORZ しねえわな。もうすっかり手順が染みついているのだ。人は環境に慣れていくものだな。料理はちゃんとできてるね。よし、私が運んでくるから、カンナさんは昴生が変な妄想しないで済むようにしてあげて。お願いします。妄想なんて俺は別に。はいはい。はいはい。いなされた。鈴音さんは俺の講義を軽くいなしてフロアへと移動した。高峰さん、デートに誘うって特別なことだと思ってませんか？おー、カンナさん、何ですか？あ、そりゃ特別なことだろう。てかさ、デートに誘うならさ、なんでホテルに誘うねんって。いや、早えわっていうね、感じだよな、ほんとな。そういう風に考えるから、いきなりホテルの予約とか、ぶっ飛んだ発想になるんですよ。ねえ。仲良くなった人と遊びに行きたいから誘うのは、自然なことじゃないですか。ああ、それはまあそうかもしれないけど、だけど俺たちはもう体は大人なわけで。そうだよな。ただ遊ぶだけじゃもう済ませられないよねっていうのはまああるのかな。まあ異性だとな。いや、同性ならともかく異性を誘うのはやっぱ違うだろう。いや、でも意識しちゃうって子供の時のようにはいかない。そうだね、胸がっつり言ってたもんな。もうか、あのカンナさんじゃねえ、あのカンナさんもさ、でも大きいよね言うてね。今この状況ってか、こう腕をさ、こう組んでてさ、こう胸強調してる感じになってるけど。なら、もっと自然体で付き合える人を誘ってみたらどうですか？おお、ってなったらな、そんな子がいたら俺も苦労はない。そもそも素の俺なんて誰も相手にしてくれないから。すでにいると思いますけどね。ねえ、いると思いますよ。どこにそんな奇特な子がいるんだよ。もちろん内緒です。秋月さんはそう言うといつものようにニヒヒと笑う。ニヒヒとな、ここ重要です。くっ、完全に面白がってるな。やっぱエロナはエロナでしたね。うん、俺が普通に意識せず話せる相手って。お前たち勤務中に大声で騒ぐな。てか、ここでミカドさん来んのやめて。ミカド、俺イブの夜ホテルを予約しておいたんだ。猫やぞ。いや、猫やぞ相手は。お、突然何を言ってるんだ。あの、マジな反応やめて。ちょっと一応イブは空いている。空いてんだね。うわ、微妙に前向きな返事です。微妙に前向きなのがまたな。ごめん、俺疲れてるみたいだ。
猫をデートに誘ってしまった。いや、デートじゃねえんだよな。デートに誘うとしてもまた違うんだよな。いろいろ違うな。そこまでクリスマスデートしたいのか、俺は。仕事にまで支障をきたすとか、ダメだよな。もう今年は諦めようかな。おーい、シドニーバッチの昴生くん、アムライスのオーダー入ったよ。ほら、イブにね、誘いましょうよ、のぞみさん。てか、のぞみさん、ほんとさ、改めて見ると、おっきいよな。なんか、どうなんだろう、ゆずソフトさんの、キャラクター、まあ、比べたことないんですけど、なんか、サイズとかってさ、公開されてたっけ？どうなんだろう。一番大きいまであんのかな。まあ、今までね、結構大きいキャラいっぱいいますけどね、リオさんとか。あとは、まあ、まさきさんとか、ね、セナさんもそうだしね。まあ、俺がやってきたのだと、あと、まひろ先輩もそうだし、まあ、最近ので言うと、まゆ先輩とか、ね、とうこさんとかね、結構、胸大きいキャラいますけど、どうなんでしょうかね。なんかランキング、巨乳ランキングみたいなやつってあるんでしょうかね、ゆずソフトさん。なんか知ってたら教えてください。大人の話を聞いてるんじゃない。オーダーは了解だ。一人のイブは心がハートブレイク。美声。うん、ちょっと聞き入ってしまうぐらいな美声だったけど、どうした、いきなり。のぞみさん、どうした、黒歴史を掘り起こすな。あー、出た、なんかあったね。なんだったっけ。読み返しますか。なんか曲作ってたんだっけ、昴生くん、そういえば。あったな。いや、もういい関係性じゃないですか。のぞみにまでからかわれた。それに改めて聞くと、歌詞、心とハートかぶってるし、心がハートブレイク。二重にへこむ。もう、今年のノーデートのぼっちマス、ん？今年はノーデートのぼっちマスでいいや。俺は探索しながらフライパンを握る。立ち上がる湯気が滲んで見えた。なんで気づかないの？なんだろうね。近すぎるってのも考えものですね。そうそうそう、やっぱ幼馴染といえば結局近すぎるという障害がありますからね。カフェステラと死神の蝶。はい。おお、なんか、なんか、おーい、昴生くん、なんか献立が今、ちょっとごめん、かぶっちゃった。ちょっと言おうと思ったらさ、なんかもう言葉が出てこずに、そのままのぞみさんの声が入ってきたから、ちょっと黙っちゃったけど、なんか今いい感じの献立が出てましたけどね。いや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 、ちょっとのぞみさんがあれを作ったんでしょうかね。まあ見ていきましょう。イブにぼっちの昴生くん、もうやめてくださいよ。もうからかわないでくださいよ、のぞみさん。のぞみ、それだけは言わない約束にしてくれ。なんだ、のぞみんって。いきなりどうしたんだ。幼なじみの声に俺は布団から這い出る。ゆるキャラみたいなニックネームはやめてくれないかな。制服姿ののぞみが、え？雪平鍋を片手に立っている。これ雪平鍋でいいのこれ。これなんて読むの？のぞみが起こしに来るのって久しぶりだな。確かに。っていうか、どうした？最近は早いから自分で起きるって言っただろ。自分、あ、時間も超余裕だし。お母さんが昴生くんのこと心配しちゃって、私が行かないから朝食ちゃんと食べてないんじゃないかって。さすがに心配しすぎなんじゃないかな。それはコンビニでパンとジュースって感じかな。あんまりちゃんとしてるとは言い難い。あー、そっかそっか。のぞみの作った朝ごはんより栄養は絶対偏ってる。私が行かないなら、うん、なら私が昴生ちゃんのお家に行くわ、キリって言ってたのって言い出しちゃったんだよね。マジか。それはそれ危ないな。いや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 、俺は両手と首をブンブンと真横に振った。そんなことされたら申し訳なさすぎる。でしょ、だから今朝からまた私がデリバることにしたの。やめて、その。デリバルってやめて。ありがたいけど、デリバルって言わないで。女の子が言うと、ちょっとエッチな感じだ。ヘルス的な感じになっちゃうな。デリバリーヘルス的な。今日は久しぶりだから気合い入れたんだ。冷める前に食べようよ。早く顔洗って。お、じゃあ、なんか右下に映ってたあんな感じのさ、こう、鮭の、
ねえ、今焼き魚とかさ、なんかまあいろいろとあるんでしょうかね。あいよ、俺はすぐに寝床から出ると洗面所へ。冷水で口をゆすいで洗顔する。そしてタオルで顔を拭ってテーブルの前に座った。すごーい、動きがスムーズ。前はゆすってもしばらくグズグズしてたの前の昴生君どんな状態だったんだマジで本当に。のぞみ君、男子3日会わざれば刮目してみよだ。ちょっと鼻が高い俺。まあ確かに昴生君とはほとんど毎日会ってるよ。まあでもこの家の中ではな。でしたね。すぐに鼻は引っ込む。でもバイト始めてから昴生君変わったよね。おお、そうか。いただきます。のぞみの作ってくれた味噌汁を飲みながら答える。確かに生活は規則正しくなったが、それ以外は早起きできるようになったのと料理スキルは上がった。でもそれだけだな。ううん、雰囲気も変わったと思う。おお、体が引き締まったんじゃない。あら。のぞみさんあれだよね、こうもうグイグイやっぱ来るね、そういうところ。やっぱ幼なじみだからさ、もうグイグイ来るね。確かにちょっと痩せたかな。鈴音さんがコキ使うから。いや、そうすると痩せたというよりはやつれたのか。どうして昴生君はすぐネガティブに捉えちゃうかな。せっかく褒めてあげたのに。あら。褒められちゃったということですね。のぞみは優しいから基本誰でも褒めるだろ。おかわり。こいつは昔からそうだ。だから俺も構えることなく自分を出せる。性格がいいのだ。まあなんだろう、こう居心地いいよね。なんかガミガミ言わないし。みたいなね、こうふんわりした雰囲気あるから。私だって誰にでも優しくはできないよ。はい。おっと、ちょっと頬が赤い幼馴染が、ん？飯、ご飯、半茶碗を渡してくれた。照れたのか。サンキュー。そうなのか。うん、私だって嫌いな人には優しくしないよ。のぞみが嫌いな人って誰？確かに想像つかない。のぞみは箸を止めてしばらく考えて、以前おパンツを見せろって言ってきた変態の人。その汚れたなんていうの、を汚れたにするのやめて。おパンツ、その説は大変失礼いたしました。深々と頭を下げる。まあ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 、いろいろあったもんな。墓穴を掘ってしまった序盤の方な。本当だよ、あんな失礼なことはないよ。まあだけど昴生君、いい意味で変わったのは本当だよ。実感ないな。自信持てよ少年、その気になればボッジーブ回避も夢じゃないさ。そっか。あれあれ、何ですかその目は。待って何今の。今のやばい。ボッジーブ回避も夢じゃないさの後の今見た。ちょっと待って、もう一回ごめん、もう一回やっていい。シーンをもう一回ちょっとジャンプしていい。その気になれば、ボッジーブ回避も夢じゃないさ。うんか。なんだ。うんか。ちょっと目だけ変わったのかなと思ったんだけどな。ちょっと期待してるみたいな感じの目かなと思ったんだけど、俺はちょっとからかってるやつだな。パチッとウィンクしたのね。のぞみさん、こういう時たまにドキッとする。短すぎて忘れてたけど、こいつ可愛いしスタイルもいい。結構ハイスペック女子なんだよな。そういうのぞみはどうなんだよ。ん？何が？クリスマス誰かとデートする予定があるかってこと。そんな相手いるわけないじゃん。あら、あっさりとカミングアウトした。普通少しは躊躇すると思うんだが、まあ俺たちの間では今更か。お前こそその気になればデートしたがる男くらいいくらでもいるだろう。好きでもない人とデートしても意味なくないかな。まあな、まあ最低でも気になる人とじゃないとな。それはまあそうかもな。でしょ。だったら俺がぼっちイブでもいいじゃん。え、昴生
くん、今好きな人いないの？のぞみが大きな瞳を見開く。おう、なんで驚くんだよ。絶対カフェの誰かを好きになってるって思ってたから。ああ、カンナさんやメイちゃん可愛いし、夏目さん綺麗だし、確かにな、スズネさんもな。なんでスズネさんいないのね。ちょ、次で出てくるのかな。ミカドさんダンディーだし。なんでミカドさんが出てくるんだよ。スズネさんはどこ行ったんだよ。若干一名あからさまにおかしい人物がいるな。なんだったら私応援してもいいかなって思ってたんだけど。あー、そっち側か、やっぱそうなっちゃうか。あー、みんな仲間だし好きっちゃ好きだけど、よくよく考えると恋人にしたいかって言われると、そういうことならのぞみだって俺は好きだぞ。うわー、女の子なら誰でもいいんだ。やばい、いなされてしまう。昴生くん、けだもの。どうしたそんな、なんか一光さんみたいな。幻みたいな感じでどうしたの。いやいや違うんだのぞみ。なんだこれ。なんだ、どうした。キラキラ光っている。実は俺、初めてのデートはイブにのぞみーるがいいって決めてたんだ。のぞみーる。なんだったっけ、なんだったっけ、なんかゴチになりますでさ。そののぞみさん、なんだったっけ、ささぎのぞみさんだっけな、なんかのぞみーるとか、あれ、ささぎのぞみさんじゃねえ、なんかさ、のぞみさんっていう人がいて、なんかのぞみーるとかいうあだ名つけられてなかったっけ。やべ、すげえ、なんか久々にその番組のこと思い出した。まあいいや、行きます。将来紐にしてもらうし、俺の初めてを君に捧げたい。急に言われても、うん、しかも洗剤みたいな呼び方して、洗剤のぞみ。確かに、やっぱり明日からお母さんを派遣しようかな。そうだね、すみません、自分調子こいてました、すいません、俺平謝り。なんだこれ。なんだこれ。ちょっと待ってくれ、全然フラグが立ちそうじゃないんだけど。目の前でのぞみは楽しそうに笑った。俺もつい笑ってしまう。久しぶりののぞみと二人の朝がなんとも心地いい。心地いいんだな、これが。なら、もっと自然体で付き合える人を誘ってみたらどうですか？おお。そんな子がいたら俺も苦労はしないよ。そもそも素の俺なんて誰も相手にしてくれないから。すでに寝ると思いますけどね。ね。不意に昨日の秋月さんとの やりとりが脳裏をよぎる。今日やばいな。今日もう全然舌回んねえし、頭も回んねえ。のぞみは素の俺でも昔から普通に接してくれるのな。何今さら言ってるの。いや、言ってみただけだ、気にしないでくれ。俺はのぞみから視線をそらし、リモコンでテレビをつけた。変なの。綺麗。可愛いな。こういうところやっぱのぞみさんのなんか無邪気なところいいですね。ちょっと入れときましょうか。入れときましょうか。のぞみはテレビ CM を食い入るように見ていた。夜の遊園地をカラフルなイルミネーションが彩り、愛くるしいキャラクターたちが踊っている。デートコースのドッ鉄板か、ネズミーランドのクリスマスパレードか。ネズミーランド出た。昴生くん綺麗だね。出た、ネズミーランド。のぞみがテレビ画面に負けないくらい瞳を乙女チックにキラキラさせる。私もいつか行ってみたいな。知らみたいな。あれ、これはどういう流れですか。何そのフラグ。そしてヒロとは逆フラグ。ダメだったなお前は。もうそんなね、ため息してたらダメだぜヒロト君。お前はあれか、夏目さんルートでしか報われないのか。大学に着くと目の前でヒロトがあからさまに落ち込んでいた。漂う負のオーラに周囲の学生たちはヒロトから一定の距離を置いている。しょうがないな。ここはダチの俺が明るく。おっす、ヒロト、オラ、昴生。いやいや、ちょっと待って。そこなんか返して、ちょっとヒロト君。ヒロトは一瞬だけ俺を見る。
まあ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 ちょっとめんどくせえってなるわな。そしてより一層深いため息を。ほら、スルーかよ。なあ、どうした？暗い顔して。いや、なんつうか。うん。言葉を濁す。言いにくいことなのか。クリスマスイブのデートでもキャンセルされたとか。なんでわかったんだ。そうなの？マジ？マジでそうなのかよ。まったくしょうがないな、ひも手の男たちは。泣ける泣けるな。まあな。まさかクリスマス直前に彼女に振られるなんて。彼女おったんか、ヒロト。マジか。彼女？お前いつの間に。今週の木曜、合コンで知り合ってメッセ交換したんだよ。ああ、それ昨日じゃん。絶対まだ彼女じゃないだろ、その子。そうだよな。気が早すぎないか。3時間鬼連して、うん、イブのネズミランドペアチケット取ったのにな。危ねえな。いや、1日でこうメッセージ交換してさ。いや、え？そこまでもう画策してたの？お前、女絡むと行動力すごいな。さっき連絡したら、うん、元彼と復縁したからダメだってさ。それ本当かな？その子、たまたま昨日彼氏と喧嘩しただけじゃないのか？違う！昨日、俺は確かに彼女ができたんだ！現実から、ちょっと目を背けていくヒロト、ちょっと現実を見た方がいいぞ。すごい剣幕で力説される。おう。圧力に負けて同意する俺。もて遊ばれた。しばらく女性不信になりそうだ。まあ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 、そこはな、強く生きろよ。そうか。まあ、元気出せよ。単なるヒロトの一人相撲だったと思うが、あえて言わない。っていうか言えないし、いたたまれない。ああ、このチケットどうすっかな。ヒロトはうつろな目でスマホの画面を見る。どうやらチケット購入完了メールを開いているようだ。ああ、なるほど。お前、俺と行く？やだよ。それ何の罰ゲームだよ。リア充の群れの中に男二人で突入とか。即死する未来しかない。だよな。じゃあそれ買い取ってのぞみさんと行こうぜ。あ、鈴音さんと行けば。余計惨めだろうが。そもそも姉貴はずっと仕事だ。まあそうだよな。いや、ほんと大変だな、鈴音さん。ああ、そうか。クリスマスシーズンは稼ぎ時だから、と張り切っていたな。ヤプオクに出すか。高く売れそうだし。ヤプオク。ヤプ。やめとけ。カルマがつくぞ。転売、ダメ、絶対。まあそうだな。じゃあ、メメ借りか。やべえ、オークションサイトがガンガン出てくんだ。メメ借り。そんな面倒なことしなくても、彼女持ちのやつに話すれば。俺はその時、ふとあいつの顔が思い浮かぶ。おー、いいとこで思い浮かんだね。で、それ、俺に譲ってくれない？は？お前、まさか彼女できたのか？うるせえな。ちょ、落ち着け。彼女はいないし、そもそも俺は行かない。ただ、日頃世話になってる奴にプレゼントしようと思っただけだ。なんだ、そういうことか。で、譲ってくれるのか？はあ、分かった。そういうことなら喜んで譲ろう。おお。彼女持ちのやつに譲るよりよっぽど気分がいいしな。まあな、確かにいいことしたか。気持ちはわかるが、屈折してるな。まあまあまあ、ここがヒロトのな、気持ちをちょっと和らげるためにもな。そんなわけでレアチケットをゲットした。あとはこれをのぞみに渡すだけだ。ちょっとサンタな気分。サンタな気分ってなんだよ。俺は授業をサクッとこなしてすぐにステラへ向かう。もうどういう反応するんだろうね。着替え終わった俺は服装をチェック。鏡で首元も確認するが、鈴音さんに怒られることはなさそうだ。よし、働くか。気合とともに俺は勢いよくロッカーを閉めた。はらり、ん？どうした？あ、落ちたの？
勢いよくロッカー閉めて、大事なレアチケット落ちたの今。お疲れ様です。オーダー今ありますか？うん、いちごパフェ作ってくれる？了解です。これ控え室騒然としてんじゃない？おはようございます。おー、じゃあもうちょい見ていきましょうか。さあ早く着替えてフロアに出ないと。あ、よりによってメイさんに見つかるか。何か落ちてるけど。うん。これは。まあメイさんそうなるか、やっぱそういうとこ好きそうだもんな。おはようございます。どうしたんですか？おはようございますメイさん。もういつもにましてね。目が見開いてますね。で、何、どうしたの？そんなに慌てちゃって。大変なんです、休憩室でこんなの見つけちゃいまして。お、あ、ネズミランドクリスマスペアチケット。ネズミもなんか毎回ネズミランドじわるな。スーパーレアチケットじゃんそれ。お、みんな知ってんだね。ああ、それ俺が落としたやつだ。先輩が？なんか似合わないアイテムだね。まあな、そこはちょっとな、はっきり言わないでくれます？いや、自分でもそう思いますけどね。俺は簡単に説明した。ヒロトが鬼伝して取ったチケットを譲ってもらったこと、それをのぞみにプレゼントするつもりだということ。確かにこれならのぞみさんも OK してくれるかもしれませんね。ネズミーランドのクリスマスパレードなら鉄板ですしね。グテーもたまには役に立つんだね。グテーグテー、グマイとかはあるけど、グテーってなんか初めて聞いたわ。うん、この雰囲気何か勘違いをされているような気がする。いやー、俺は行きませんよ。のぞみが行きたいって言ってたからプレゼントしてやるだけで、行く相手は俺じゃないです。うん、俺じゃない、のぞみの友達です。君、それは男としておかしいだろ。そうだよね。いや、一緒に行きたいと思わんのかっていう。いや、本当に特別な意味はなくて、のぞみがクリスマスパレードが見たいって言ってたから。そういうのは仲のいい日内谷さんとかと行った方が楽しいと思いませんか？この流れで私に振られてる。ちょっとうるさい、あ、うるさいっていうか嬉しいけど、なんかちょっと複雑な感じだよな、宝生くんの手前。この根性ナッシング野郎。根性ナッシング野郎。いきなりの罵倒。あるいは根性ナッシングチキン野郎。なんなのその、そのナッシングはなんなの。なんかちょっと地味にちょっとおも流行らせたいかのようなこのナッシングはなんなの。さらに悪くなってるじゃないですか。でも異性にペアチケット送られたら普通そういう流れになりませんか？ああ、まあね。そうですよ先輩。女子に囲まれて責められる。なぜだ。なぜだじゃねえんだよ。お前もすげえ頭変僕だな本当にな。まあ、さすが主人公ですよね。せっかく高峰サンタになろうと思ったのに全然面白くねえぞ。プレゼントするのになぜ俺は責められているんだ。先輩は一緒に行ってあげないんですよね。デートすればいいじゃないですか。ねえ、デートってあいつとは単なる幼馴染だし、誰を誘うかはのぞみが決めればいい話だろう。だから誘ってみなって言ってるんだよ。うん、まあまあ確かにね。まあ一回ちょっと一緒に、なんか誰もちょっとねえ、まあ行くあてがないんだったらちょっと俺と一緒に行かないかみたいな。ねえ、俺もちょっと行きたかったからさみたいなね、感じでちょっと誘ってみて、ああ、じゃあまあ俺じゃないやつと行くんだったらみたいなね、俺以外のやつとみたいな感じになるけどさ。まあまあそれだったらそれでいいよみたいな。高峰さんだって仲がいいんですから、そこまで気にする必要はありませんよ。まあまあまあ提案するだけはな。そうですよ、のぞみちゃん先輩と話してるとき楽しそうですもん。いやけどイブだろ、ガチの恋人っぽすぎないか。そんなこと言ってたら一生デートできないよ。おっと、この際だから君のデート童貞をのぞみさんに奪ってもらえ。やった、簡単に言わないでくださいよ。
返してもらったチケットを見つめながら言う。俺はのぞみに喜んでもらいたいだけだ。それに乗じてデートしようなんて、なんかずるくね。いや、ずるくはないだろう。とにかくイブは仕事も忙しいですし、俺は今回サンタ役に徹しますんで。俺は足早にキッチンに移動する。マジか。ここは逃げるが勝ちだ。逃げちゃいましたね。ね、こじらせてるな。こじらせてる。仕方ない。ここはお姉さんが童貞くんのために一肌脱いでやるか。おお、すずさん何すんだろう。え、何すんだろう。一肌脱ぐか。まあ、のぞみさんの方に何かを吹きかけるんでしょうか。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思いますが、いや、ネズミランドの下りここら辺で出てくるんだね。そういえばなんかネズミランドみたいな単語どっかでね聞きましたけど、いや、なんか共通だったっけ。なんかここで出てくるんだな。で、まあまあデートがどうこうみたいな話の流れから、まさかのね、のぞみさん。てか、マジヒロとファインプレーすぎない？なんかヒロと今回マジでさ、マジ優秀だよね。ヒロとかバカでよかったマジ。ほんとな。はい、ということで、じゃあ次回は、まあのぞみさんにね、このチケットを渡すところなんでしょうけれども、まあ誘うのか誘わないのか、誘うとしてもまあのぞみさん OK するのか、まあどうなるのかってところですよね。はい、ということで、じゃあ今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうね。